では 1.1 章から具体的にどういう論文にしたか、どういう論文で A 評価がもらえたのかというところを具体的に説明していきます。まず 1.1 プロジェクトの特徴ですね。まずこちら私の概要ですけど、会社とした大手 SI 企業で勤務年数は15年にしてます。立場はもちろんプロジェクトマネージャーですね。で、客先は A 社で情報通信機器販売会社としてます。プロジェクトの背景としては現行システムのメンテナンス性の低下で商用故障が多発して再構築を行うことにしました。保守性を高めるために再構築を行うことにしましたというところですね。プロジェクト名としては情報通信機器販売会社 A 社の顧客管理システム再構築というプロジェクトになります。期間は2013年4月から2014年2月までの11ヶ月間。プロジェクトの目標は 10% の経費削減、保守性を高めることで経費削減しますよというところですね。で、重要なのがこちらプロジェクトの特徴ですね。品質は絶対書かないといけないんですけど、納期についても述べてます。納期については2014年3月から開始される春の商戦に間に合わせること。品質としてはリリース後の6ヶ月間の商用故障を0件にする。背景としては現行システムで商用故障が多発していて、経営課題になっているので、今回は社としての信頼を得るために商用故障を0件にしますよという品質、今回のプロジェクトの特徴を書きます。コストとして150人月、体制としてはちょっとこちら本来書くべきなんですけど800字以内に収まらなかったので今回は省略しています。ワンポイントアドバイスとしては、今回は品質について書きなさいとありますので、プロジェクトの特徴で品質について取り上げることは必須になります。その上の論文例になります。 1.1 プロジェクトの特徴。プロジェクトの特徴と品質管理計画で考慮した点。 1.1 プロジェクトの特徴。私は大手 SI 企業 B 社に勤めて15年になる。今回論述するのは情報通信機器販売会社 A 社の顧客管理システム再構築のプロジェクトである。私が A 社の現行システムに携わったことから再構築プロジェクトのプロジェクトマネージャーに任命された。こちらシステムアーキテクトとか書いたらその場で不合格になりますので注意してください。 A 社の現行システムは稼働開始されて10年が経過しており、度重なる要件追加の影響で保守性が著しく低下している。そこでシステムの構造を見直し、保守性を高め、現行と同等の案件を取り込む際にも 10% の経費削減を目標としてプロジェクトが開始された。プロジェクトの特徴としては納期と品質である。納期については2014年3月から開始される春の商戦に間に合わせることが経営会議での決定事項であり、2014年2月末に稼働開始することが強く求められている。品質に関しては稼働開始後の6ヶ月間の商用故障0件が掲げられている。高い信頼性が求められている。この品質についての内容というところを具体的に 1.2 章に書くような感じになります。